こんにちは、アスモンジャーです。今日はこの4月21日に始まる VS ビークルキャンペーンを英語っぽく言ってみます。一応英検2級持ってて、海外もいろいろ行ってきたんですけど、普通に日常会話とかしかしてないので、適当英語で、発音も適当なので英語の勉強にはならないです。すいません。なので、いつも以上にわけのわからないネタ動画だと思ってもらえると嬉しいです。じゃあここからですね。VS ビークルキャンペーン April 21st Saturday start。 ここは If you buy any VS ビークル You can get the Hammer Dial Fighter。 Wow。 Oh my god。 なくなり次第終了。あ、これわかんない。なくなり次第 Finish。 対象商品 Object Product。 Red Dial Fighter。 BlueDire Fighter、 Yellow Dire Fighter、 Cyclone Dire Fighter で、 Trigger Machine Number 1, 2, 3 Or Trigger Machine First, Second, Third、 Trigger Machine Biker。 あとは Goose Tracker、 Goose Tracker、 Or Goody Goody、Looper Kaiser、 Battle Kaiser。 好評発売中。好評は分かんないですが、発売中は Now on sale、 オープン価格、オープンプライス。あとはこれですね、Scissor Dire Fighter and Blade Dire Fighter、 攻撃合体、これえ、アタックコンバイン、でもこの怪盗ブースト、怪盗ガッタイム。ここで問題なんですけど、VS チェンジャーがですね、対象外な感じですけど、ここに下記商品を含むセット商品も対象ですって書いてあるってことは、 VS チェンジャーってレッドダイヤルファイターかトリガーマシン1号がついてるんで、セーフっぽいですよね。というわけで、VS ビークルキャンペーンを、英語っぽく言ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。